ったり、あるいはいろんな運動のつながりがあったとしても、やっぱりそれは会社である場合が多いんですね。なので、まあ、もちろんそういった会社関係であっても、その会社を辞めた後でもつながっていられるような、ね、ネットワークにみんな協力して、まあ、年に2回でもコンペをやるとかやっていくことも一つ重要なんですけども、それとは全く別の新しいことを60歳から始めるというのがいいです。例えばそれは俳句の会でもいいし、あるいはテニスを始めるでもいいし、それこそジムに通うでもいいし、そこでコミュニティとして集まって、そこに行けば誰かが行く、誰かがいる、行けばそこで自分もやることができる。で、女性の場合ですと、例えば最近はフラダンスとか、あるいはコーラスとか、体を動かす、声を出す、そういったことをやるっていうので結びついていくっていうのが非常に多いんですね。なので、ネットワークをできれば2つ、最低でも2つ、1つじゃなくって。で、一つだとね、やっぱりしんどいんですよ。その中で嫌なことがあったりすると行かなくなっちゃう。ああ、そうだよね。うん、やっぱ二つあると、ね、どっちかがうまくいかなくてももう一つの方に行けるし。で、できれば三つあると、まあ、週3回でかけることができたりとかもするから、それはやっぱり自分がどんどんと多いっていった時に、行くべきところがある、行かなくちゃいけない、あるいはこうも行けるっていうことが、その元気を保つ秘訣になりますので、それをやった方がいいっていうのがあるんですね。あの、この弊社文化放送の OBOG の会で旧友会ってなんですよ。 9.9R の旧での友の会って、いや、その会報とか見てると、あー、この人年取ったなと思いながら、人生のね、先輩、弊社の会社の先輩ですけど、やっぱ3つぐらい出てる人いるのね。そうなんですよ。やっぱりそれをやっとくとすごく重要なの。それはね、女性が多いです。女性の先輩たちはなんか3つぐらいサークル掛け持ちでやってる。うわー、元気だなって、しょっちゅう文化放送でもお顔をね、お見受けしますけども。だから、何なんだろうね。やっぱ男性も頑張る必要がある、そこで。で、誰か一人リーダーがいれば、その人がそのメンバーに連絡を取って、はい、ネットワーク作りで会費を集めたりとか、なんかできるので、我こそはって思う人はやっぱり手を挙げて、やっぱり頑張ってほしいんですね。うん、そうすると自分だけじゃなくて、そのメンバーたちも元気でいられることができるし、で、その中でやっぱりずっと若い時から特に、まあ、元気なとこから付き合いがあると、お互いに年老いた時ともなんとなくこう会話がね弾んだりとかね、そこの中で話せることっていうのが出てくるので、やっぱりなんていうかな、こう肩肘張らずにもうそこに行くだけで楽しめる、行くだけで楽しめるっていうネットワークを持っておく必要があると思うんですね。で、あとやっぱり深刻な問題として、まあ、今介護問題ですよね。老人ホームであるとか、まあ、介護施設に入った後のことなんですけど、